はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル強化大平落投手でやっていきたいと思います。まあ、サクチャレ中ではあるんですけれども、自分はもうちょっとね、更新がかなり難しいんで撤退します。で、普通に投手を作っていきます。で、今回はシゲの夫妻ですね。この2人を使ってコンボイベントでクイック丸を取ってルナちゃんから走者釘付けを金徳として取っていきましょうという狙いでやっていきます。で、編成としては強化大平落ね、北斗がど根性かぶりしちゃってるのと、シゲのもね、ここで怪物給与を取っちゃうと2つともかぶっちゃうんで、野五郎くんからはね、街道を取っていきます。で、街道を取っていく関係で伸び骨を安定させたいので北斗を入れてます。あとね、急速にもやっぱり振りたいので急速骨を持っている北斗ですね、入れてきました。で、ハイスピンジャイロのコツは、ルナちゃんからジャイロボールのコツを取っていくと。で、変化がね、2枚になりますので、折り辺持ちの葵ちゃんを入れてきてますと。まあ、一応こんな感じでやっていきたいと思います。じゃあ練習していきましょう。葵ちゃんか、ルナちゃんのね、評価も上げていきたいんだけどね。まあ、やっぱりコツは押さえておきましょう。まあ、練習か。でね、ルナちゃんとかね、まあ、新島ちゃんもそうなんですけれども、まあ、選手兼彼女キャラを入れるときってお守りをね、持ってこなくていいんで、まあ、その分回復アイテムとかに回せるんで、それはいいですね。で、強化太平楽はね、やっぱりね、敏捷ポイントがめちゃくちゃ稼げるんで、今回この編成だとクイックはね、コツ2までしかいかないんですけれども、まあ、多分足りるかな。守備連とかに人が来てくれれば敏捷ポイントはね、めちゃくちゃ稼げるんで、まあ、それでもやっぱりルナちゃんの評価は最優先で上げていきたいけど、ここは寝るしかないね。まあ、あとはね、葵ちゃんとかのマリンボールが成功してくれればっていうのと、野五郎くんもね、街道は3で欲しいですよね。やっぱ重いんで、まあ、すんげえ欲を言うなら、カオルちゃんの復活もそりゃ3で欲しいんだけど、これどうしよう、ルナちゃん先に上げておきたい気がするな。3人いるしね、こういうのちょっと悩むんだよね、コツか評価か。カオルちゃんからはね、根性ももらっておきたいし、まあ、根性はね、ルナちゃんもくれるっちゃくれるんだけど、まあ、ルナちゃんのいいところはね、評価をそこまで上げなくていいというところ。もう3あれば告白してきてくれるはずなんで、告白してきてくれるんじゃなくて俺が言うんだけどさ、打たれ強さ。お、ここで持ってきてくれるか、ありがたい。またコツ、野五郎くんか。まあ、これはここにしておきましょう。監督さんもいるしね。おお、割とコツくれるね。しかもタイピンくれるか。野五郎くんはもう全然コツくれないイメージなんだけど、イベントは切っちゃっていいよね。あんまりこれ続ける意味ないと思うんですよね。メンタルには特に人があれなので、どうしようかな。まあ2人だね。次は寝ないとダメかな。コツがある。お、メンタルにコツがある。いいねいいねいいね、こういうの美味しいよね。でも北斗はとにかくコツをくれ。うわー、練習か。野五郎くんがコツをくれる代わりに北斗がコツをくれない。で、ちょっとこれも無難に行きましょう。で、本物のまっすぐ、これもやっぱりあれかね、球速を鍛えておいた方がいいのかね。でも球速コツの関係でね、ちょっとまだ上げたくないんだよね。3人おお、これはこれは、まあしょうがない。これは無理だな。寝よう。こうやってやる気上がるよね。体力削られるけど、マリンボールもね、あんまり早めに進んじゃうと
ちょっと困るといえば困る。ここでね、臨床ポイントが手に入るのもでかいっすよね。こっちだな。カオルちゃんのね、復活があるからね、できれば先発を作りたいんだけど、これは普通に対強打者にしておくか。一番上だったよね確か。うわ、進む進む、本物のまっすぐが。ここはカイドウで行こう。伸び、まあ変化球いきますか。だいたいね、この分裂が始まったところって体力ないんだよね、いつもなんか知んないけど。これは監督派でいこう。いきなり寝ろって言われるかな、体力が少ないから。おわ、寝ろどころか何の指示もない、ひどくないか。寝ておこう。まあここでちょっと体力を削られるけどしょうがない。27はねでかいよね、ちょっときつい。ここは引き抜きを優先にしておきましょう。やっぱりね、金徳は欲しいんで。でしかも精神もね、ここら辺で稼げるんで。いや無理でしょこれ撃たれた、そりゃ撃たれるよ、初期能力だからね。いやこの段階での街道は絶対無理だから400、300、206とか、厳しい。1は厳しいよ。コントロールに葵ちゃんがいる、メンタルに人がいる。これちょっと体力減らしたくねえなー。葵ちゃんイベキャラの方がねポイントとかでかいんだけど。お、クイックとかマジかクイックつかめたわ。これなんかね、モブキャラのね持ってるコツをもらえる可能性があるみたいですからね。ちょっと見てみる。さっき誰だっけ、まだあるかな。森下くん、ここはバントのコツをもらっておきましょう。バントっていうかバント封じ。そういやルナちゃんまだ告白してなかったね。11月4週か。いやー経験点くれるね。データでちょっとモブキャラを見ましょう。すげえここら辺みんなあるな。森下くん、クイック持ってんね。これチェックしとく必要あるねやっぱり。島袋くんは黒ファイ持ってんのか。黒ファイも結構おいしいね、リベンジとかさ。これなんかムードとかも持ってそうだよね。こいつは何も持ってない。おお、意外に何も持ってないね。あ、そういうことか。あ、裏がだし。あ、結構意外に持ってないんだ。ラッキーボーイ、帳尻合わせ、帳尻合わせとかはこれ矢部くんだし。あー意外性速攻、服部くん悪気打ちとかねいらないよね。ここに監督がいるのはちょっとやだ。カオルちゃん、ちょっと敏捷ポイントも溜まってきたね。コツ、あ、しまった、危ねえ、勝ち運潰すの忘れてた。危ない危ない。青、よし、監督もいるし葵ちゃんもいるし、ここはもうこれ一択でしょう。で次あたり精神にね人がいてくれるとめちゃありがたいんだけど。あ、緩急潰すの忘れてた。危ねえ危ねえ、なんかもうちょっと気が抜けてるね最近。おっと、ここで削られるのはちょっと厳しい。まず潰すのを潰そう。垂れ強さも一緒で、タイピンはちょっとルナちゃんとの勝負があるからクイックも残しておくでしょ。緩急はもう絶対潰す。あとはガチューン、対強打者ももう手に入らなそうだしね。いや、もらっちゃおう。バント封じも取っちゃおう。
でコントロール 30% かー。ただ監督がいるね、やだな。あ、でも監督の指示なし、監督の指示なしってことは野五郎くんか。ちょっともらっときたいな。どうしよう、もう使っちゃおう。1個カロリーバーを持ってきてるんで2回回復できるのはいいよね。で12月の3週これ練習できるでしょう多分。うん、普通に筋力ポイントだよね。あれなんでこれ指示ないけどさ下がるんだ、ひどくない？監督評価15も下がるんだ、やばい。だいぶ予定がずれたな今ので。いや寝てらんないよ、メンタルやるしかない。ここはしかも精神アップ、やばいな。監督評価ちょっとやばいねこれ。ここに来て割と体力を削ってくるな。ルナちゃんどんだけ回復したっけ。クリスマスキャラによってはねクリスマス30くらいしか回復しないから、まあ、だいぶ回復した。あ、緩急ここでもらえるんだ、まあいいや。ここはちょっと監督評価あげとこう。眉村もいるし、どうする。眉村のあれなんでね、ポーカーフェイスなんだよね。敏捷6使うっていうところがな、まあこれはちょっと一つ勝負だな。うん、これはポイントだね。反監督派に行ってしまった。このねルナちゃんもね最初引くのはでかいんだけど、大凶とか出るとね、ほら何なのこいつマジでマジで何なの。反監督派に行ってしまった。葵ちゃんを早速呼び戻そう。負け運になったってことはさ、勝ち運が一気になくなったってことだよね。まあこれでど根性を取りましょう。これなんかぶっ倒れた、あーぶっ倒れると1なんだよね。まあここで回復するっちゃ回復するんだけど、メンタル、うわー監督いるのかい、監督いるんかい。変化球どうしようか、まあ無難にスライダーカーブあたりでいこう。でマリンボールを取ろう。寝る、これ監督マジ邪魔だよな。寝よう、体力ないし。で341練習してバレンタインを迎えよう。これさ別に下でもいいね、精神ポイントめちゃくちゃ入るからね。50何ポイント入るよね確か。よし、やる気も上がったし。ちょうどここにいるね監督。監督やっとこう。これはでもど根性取れないかな。ま、北斗から取ったからいいんだけど、メンタルにいるね野五郎くんか。どうしようかな、一応こっちにやっとこう。塚本くんってなんだっけ特になんでもないか。おーおーおお、全然数えてなかったけど、よしよしよし。でこれはもう反監督派でいいでしょう。ただ欲しいコツが全然取れてないね。どうする、一般人か。ここはあれだね、敏捷ポイントを稼いどこう。内野くん、よし敏捷ポイントゲット。そしてマリンボールが進み出した。体力削られるけどバレンタイン回復前にねこうやって体力減ってくれると助かるんだよね。カチューンもう何なのこれ、ちょっと待って今どういう状況よ。勝ち運を取るのに20も使うんか、しょうがないよもう。
もったいないなあ。メンタルにいるね。こういうのは、あ、コントロールとかも美味しいんだけどな。やっぱ引き抜きを最優先にしよう。よしよしよし、精神ポイントあるから、タイピンとかもね、取っていい気がするんだよね。監督いるしね。勝ち運取ったよね。緩急取ったよね。じゃあ根性取ろう。根性取って、ど根性取ろう。よーし、ど根性はもう取っちゃっていいよね。無理だもん。これもね、早めに怒ってくれるとすげえいいんだけどね。チームメイト評価、一般人だけど、お、監督監督監督精神がやばい、精神が。ど根性取ろう。あとはちょっとスタミナを上げつつ精神ポイントを使うか。休息骨がなゼロだからな、未だに。北斗がね、最初の方にコツをくれなかったのがかなり痛いな。ここに来て響いてる。クイックお前今回さ、シゲの負債を持ってきたさ、意味がないよね。ここで発動するし、しかもどうするよ、ちょっと。もうクイックいらない気がする。ちょっと調べよう、他に何があるか。一番上にすると、あのクイックがもらえるんですよ。でも、もうクイック4なんでかなり予定がずれてんな、今回。ジレッタイ2人。クイックか打たれ強さかリリース、うわ、微妙微妙。体力回復すんのか。でもこれ、まあ、これにしよう。まあ、リリースもね、今回持ってる人がいないから、とりあえずコツを掴んで取っちゃいましょう。なんでためがあったの。ルナちゃんがいるからか。そう、なんか彼女がいるかいないかで、またかこれ大変だったねと。さて、変化球1個あげられるかな。カーブで、でクイックはじゃあ使おう。もう一生読んで、あとはリリースか。つかめないけど、他に持ってる人いないからね。特に何にもないか。ここはじゃあ普通に監督からもらっておこう。監督からっていうか、あ、反監督派か今は。うおー、やることね。これはデートだな。ルナちゃんとのデートもね、だいぶ詰まるからね。で、最後の方になってカラデートが発動すると超ショックだよ、これマジで。で、1回目を終わらしたから次ね、回復だからね、そこはうまく利用していきたいね。で、試合には先発では出れないはずなんで、足りないからね。下がったからね、マジで。あの下がりイベントね、結構ひどいよね。まあ、それがね、監督派と反監督派っていうあれだと思うんだけど、まあ、リリーフだからそんなに上げなくていいでしょう。伸びと球速が全然無理だ。このまま伸びコツがないってなると相当まずい。しかもノーアウト二塁って、俺が、うおー、待てバント封じ。いや、バント封じが役立ったのかどうかよくわかんないけど、球速125キロって。でも、これ、おお、静香くんありがたい。ゲッ。これさ、もう1点取られるとさ、すげえ評価下がるからね。フレック振らない。ゲッとしやがった。もう何なんだよこいつ。せめて評価下がらないでほしい。1とかでいいからさ。はい、下がったいや、マジやる気下がるわ。わかるよ、やる気下がるので。ここは経験点を取りに行きましょう。で、ここはやっぱり引き抜きだよね。もう敏捷は大丈夫でしょう。今の段階で21あれば余裕なはず。
クロスファイヤー一応調べておいたからね。これは普通にダメー。で、北斗か。これは北斗にしよう。ちょっと精神も美味しいんだけど頼む。とりあえず伸び骨 OK。 ようやくなんか1回目だよねこれ。どうしようかな。急速にしよう。今回ちょっと急速必要になるからね。でまたこのね、謎のよくわかんないイベント、絶対これ何かが下がるからね。まあ、矢部くんの評価とかはさどうでもいいんだけどさ、ただ下がるからね。カオルちゃんの前に、いや伸びはもう読んでいいよね。だったら休息骨が欲しいからね。他は特にいないから、ここはカオルちゃんにしておこう。精神ポイントすげえ余りそうだなやっぱり。まあ、ただ試合までにはね監督評価は間に合いそうなんで、それは大丈夫として、眉村もな球速ないからな。絶対打たれるよカッキーンって。あとジャイロボールのコツももらってないね。よしやる気上がった。ここどうしようかな。あメンタルいいね。おいしいおいしいおいしい。いやメンタルおいしいけどさ、マジでさこれ精神ポイント余ってんなよし怪物キウイゲットで、一般人か。あ、ルナちゃんだね。これはルナちゃんでいこう。あ、しまった。そう。打球反応持ってたんだよね。だったらさ、さっきさ、守備にしてさ、打球反応もらっておいてもよかったね。てか、打球反応を直撮りしてもよかったね。危ない危ない、ジャイロボール。いや、俺、スタミナないよ。全然ないと思うよ。まあ、そこそこか。あこれやりたいな、のごろうくん。まあ、ルナちゃんもでもな、美味しいけどな。ちょっと待って、カイドウ200か、重いわ。で、怪物キウイもさ、基本、直撮りになっちゃうからね。リリース取っとこう。ジャイロボール取っとくか。変化球が全然足りないな。ルナちゃん、のごろうくん。一回もうカロリーバーをね使っちゃうかどうかなんだよね。悩ましいねこれは。 12% って怖いからね。カロリーバー使おう。もうでこっちにしよう。やっぱり青コツプラスタックはでかいから、ここでなんかいい子作れればまあ筋力でいいんだけどね。ちょっと変化球も上げとこう。足りてない。ここに来てこれかいな。変化球いっぱいいるね。これやるか。さっきせっかくカロリーバー使ったから。ほらよし通った。で次はルナちゃんとデートして体力を回復させよう。で今どうなってんのこれ、人のばらつき具合は。デートしてな、監督評価下がるのも嫌だけどな。でもな北斗からな休息骨とかもなもらっておきたいからな。こっちしよう、監督から行こう。これそういえばさあれだよね、投手でも普通に気分屋つきますね。これはもう無理だねすんげえあれがついてるけど、今監督評価いくつ130だから、まあ1回デートして怒られたところで大丈夫ではあるんだよね。回復しておこう。で余裕があるのがね1回だけなんで、まあもうど根性取っちゃったからなあんまり青骨は気にしなくていいんだけど、まあそれでもやっぱりね青骨狙えばポイントにはなるんで、黒ファイ取っとこう。そういえばこの、あ怒られる、これ怒られる、ピヨピヨピヨって画面が変わったからねまあ5くらいだったらいいよ。絶対これ打たれる。おおすげえ、よく打たれなかったな。球速関係ないのかなこれ、ちょっと分かんないっす。で変化球、筋力もだいぶ余ってんな。
ちょっと待ってね、これを D まで上げるか。で、そうか、あとコントロールか。コントロール B まで上げておこう。で、で、で、あとクロスファイアか。クロファイ取って、変化球が1になってしまった。やはり変化球が足りていない。北斗、いるね。北斗だね、一択。頼む、せめて3は欲しい。80、よしよしよし。そしてマリンボールがちょっと進んだ。ゴー、体力を持ってかれた。おお、体力回復ハゲが来た。たまーに失敗するからね。さすがにたまーに失敗するからね。オッケー、でかい。ここで体力回復してくれるのはマジででかい。監督か。まあこれはこれでいいでしょう。で、葵ちゃんからポイントをもらって、さらによしよしよし、葵ちゃんからもらうわけじゃないか。さあこれ成功してくれないとちょっと変化球が厳しいんだよね。頼むぞマリンボール、投げるぜマリンボール。オッケーよし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 、あとすべての変化球をマリンボールにつぎ込もう。で、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 監督がいるね。いいね、こういうのいいよね。初めてなんか監督練習がさ役立った気がするんだけど。よし、変化球ポイント。お、どうしようかな、キレにしようかな。体力ないけどさ、これキレは美味しいよね。キレにしよう。おお、微妙寝ておけばよかった。まあ、それは結果論だからね、しょうがないよね。ちょっと待って、一応見る。うわ、90%、これすんげえいっぱいいるな。なんだこれ。なんだこれ。だけどさ、無理だよ、もう。監督のご指示通りに寝ましょう。あ、しかもこれ、唐揚げ食おう。もうとにかく体力がない。うまいぜー、やった。ここでもまた体力を削られる。33、お願いします。3、これってなんかさあんのかな。45 45、少し。うーむ、野五郎くん、ここはカオルちゃん、ちょっと復活はじゃあもう取っちゃいましょう。街道はもう取っちゃっていいかな。これいいよね、取れるときに取ろう。もうだって街道くれることないからね。12やれば足りる。ちょっと待って、怖いな。走者釘付けで、ハイスピンジャイロも取っているでしょ。ハイスピンジャイロ3で取れたのでかいな。これ復活きついよね。復活きついけどもうしょうがないよ。で、なんとなく130キロも投げとこう。で、野五郎くん、これはちょっと筋力ポイントが欲しいよ、今回ばっかりは。よし、で、あ、メンタル、これはでかい。で、7月に入ったらちょっとデートを進めていかないといけないんで、あと1回か。あー、もうほんと井戸端とか嫌だ。モブ、カオルちゃんどうする。コントロールか、技術も欲しいんだけどな。精神ポイントいるか。これはもうちょっとここからは必要なポイントを狙っていかないとね。スタミナ C にしておこう。一応復活ど根性があるから C あればまあまあまあとは思うんだけど、引き抜いとこう、こっちにしよう。でも黒ファイとかだって掴んだもんね、打球反応。もう何なのこいつら、10人に1人。よしよしよし、まあまあまあくれましたねと。じゃあこっからはデートをしていきましょう。で、1回くらいは余裕があるはずなんで、まあ、デートをしつつ自然回復でいい練習が来たらそっちをやっていきましょう。あとこれ勝ちたいね、やっぱり。1回だけね負けたことありますね。なんか打ち取ったって思ったような打球だったんだけど、なぜかヒットになったっていう。こう判定もよくわかんないからね。
球速が遅いな、やっぱり。あ、これ取ったでしょ。こういうやつでね、なぜかねヒットになったんだよ。みたいな。まあこれね、負けると勝ってもだいぶ違うからね。いや、すごいよね、この経験点すごいよ、本当に。でね、ここも本当はねピンチャンで行きたいんだけどな、怖いからね。もう球速40まで上げちゃおう、ちょっと。で、他なんかある？タイピンはじゃあ取っちゃおう、もう。キレもわからんから残しておいて、マリンボールとか2にできねえかな。あ、できるわ。マリンボール4までいくか。最後に、まあでもルナちゃんそれなりにくれるからね。お待たせいたしました。まあ、あとはね、やっぱり負けないってことだよね。ミートが C か。パワーが貧弱だからね。で、アプリの方だと、今割とこう、二刀流キャラみたいなのが結構いるじゃないですか。あの、まともざわくんとかも、変化球と肩の2つの練習持ってるんで、そういうね、野手のメインキャラで、投手でも使えるっていうね、キャラがいると、試合かなり楽ですね。普通に投手作ってて、ピンチャンで友澤くんとかに出番が回ってくるんで、まあ、そういうキャラクターがね増えてくれるといいんですけど、だから風薙とかもね結構いいんですよね。風薙も野手キャラでコントロールの得意練習持ってて、でさらにね金徳も復活で優秀だし、全部でね3回しかイベントがないっていうのもねめっちゃいいんですよね。だから重なりはかなり欲しいですねって言って打たれて危ねえ。もうノーアウトとかさ、本当やだ。お、復活した。よし。いや、スタミナめっちゃ余ってんな。まあ、無理やり A まで上げなくていいよね、スタミナは。ちょっと精神が余ってるからスタミナを上げたい気もするけど、スタミナはスタミナで筋力ポイント使うからね。街道はもう取ってあるっていうのが、まあそれなりにでかいかな。いや、街道3で取れればだいぶ違ったね。めっちゃ粘んなこいつ。ハイスピンジャイロ街道だからね。もう1回くらいちょっとのぼろうくんから筋力ポイントをもらっておきたい気がするけど、ほら3球で仕留める。これなんていうの、1。おー、こういうポテン系のねヒットが怖いんだよね。あー、あとやっぱり尻上がりが欲しいね。尻上がりが、うん、結構際どいところを攻めたけど、最後はマリンボールで決める。やっぱりカーブで決める。よーし、とりあえず完封と。これでも33ポイントだからね、やっぱりちょっと投手は厳しいもんがあるよね。一応見よう。おー、北斗か、これはやりたいね。今3回目まで終わったんでしょ。カラデートが1回来ると終わるな。てかこれこれもいいね。いや、でも北斗やろう。北斗、あとはちょっとルナちゃんも信じるよ。ってかお前マジで何なの。ここはもうちょっと無理、もう無理。デートしよう。カラデートが来ると終わる。よし、とりあえず4回目は通過した。本当にねデートが残ると怖いんだよね。で、まあもちろんね、ここも勝たないといけないんで、春英もね、やだよね、本当に。サイガと小平とか、まあ後の方の高校になってくるとね、
もうみんな強いんだけどさ。よし、取れるときに取ろう。裏が先制のチャンスを迎えました。裏側マジ好き本当にもう何回も言ってるけどね、このサクセスの中で、その強化太平楽の中ではマジで裏側強いよ。まずは見送りました。投げた、打ちました、ショート左取って、これで3アウト。小平君ショートか、もう出たよ、ノーアウト。まあ、一応タイピングがあるからね。見送ってストライク、1球外してボール、はっきりしたボール球。よーし、仕留めた。高めの変化球でスイングアウトを取りました。俺は街道だから街道で攻めよう。伸びのあるストレート投げました。緩急をつける。緩急もさ、ちょっとわかんないね。なんか高速スライダーとかだとさ、確か緩急発動しないんだよね、ストレートの後とか。一つ外したボール、カウントはワンボールツーストライク。よーし、省エネピッチでいこう。さあこっちもノーアウト。ノーアウトランナー二塁三塁と初球から打ったヒット、塚本タイムリー。点は取れる時に取る。もろいも投げました。これでいこう。オッケー。またもろいか。これは無理だね、さすがに。で裏が。なおもチャンスが続いています。ちょっとやる気がないのか、宇多川君。まあそんなの関係ないけどねいや強いわ、取られた、点取られた。しかもさ、なんでノーアウトなの本当に。マジでどういうピッチングをしてんのか見たいよ。それともこいつミートシーあんのか。これで追い込みました。第4球を投げた、ストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク。打ってきたー、塁を進まれたな。なおもピンチが続きます。第2球、小平か、しかも。おい待ってよ、これってどうなんの今のって俺の自責点ひどくない。まあ、嫉妬してさ、ホームラン打たれるの大概だけどね。まあ、負けることはまずないよね、ここまでくれば。来た、最後超フェアだこいつ。よし、これ振ってくれたのでかい。カウントは2ボール2ストライク。ボールカウント3ボール2ストライク。振らないか、低めのボール取れるか。よし、ナイス。これで3アウト。しかもいきなり小平君からかよ。これはすげえ塁に出られそうだな。一応スタミナ C でも持つね。一括はかなりでかいよな。よし、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、初球を打ちました。一回そういえば太平楽でね、浦賀がスターティングメンバーに入ってなかったことあったからね4番をね、誰が打ってたんだっけな、誰か忘れちゃったけど、あれ4番浦賀じゃねえって思って見てみたら、浦賀がね、スターティングメンバーから外れてたなんかね、守備 S っていうやつがいて、打撃はしょぼいんだけど守備 S のやつがね、浦賀の代わりに先発してた。浦賀でいいよとか思ったけどね、普通に。さて、じゃあここはデートしましょう。頼むよ。 OK。で、あとは足りるよね、クイックさえもう掴んじゃえば足りると思うんだよね。2でくれるからね、2でくれるっていうのはほんといいよね。臨床37でしょ。あとはカオルちゃんちょっと働いてくれるかな。おー、働いてくれてるね。ちょっと見よう。全然余裕だわ掴んじゃえば余裕だね。よし、で、キレもいけるね。そうすると打球反応もせっかくだから取っとこう。怪物球威か、球速がな、ちょっと不安があるんだよね。もうちょっと上げたいよね、150までには持ってきたいよね、街道あるから。そうすると怪物球威取れなそうだな。街道が3で掴めなかったのがちょっと痛かったよね。まあそれは贅沢なんだけどさ、マリンボールとかも成功してるから、球速ちょっと上げられるだけいくと146か、どうかな。球速150まで上げて、かつ怪物球威がギリギリかなっていう。まあ今後の展開にもよるけど、
まあ、やっぱり負けたら終わりだよね。負けたら終わり。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で服部、これはちょっと1点取っときたい。真ん中決まってストライク、慎重にいこう。追い込まれました。投げました。ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。うわ、しまった。空振り三振。低めの変化球に。太平楽先制のチャンスです。ミート G とかさ、なんだこいつら。サードライナー、これでもう弱すぎだよね。太平楽はちょっと初球を打った。いやー、バッティングの調子が悪い。弱すぎなんだよこのね、下位打線軍団が。頭を越えられない。よし走れ、攻めて1点。まだまだ続くね、野崎くん。まあ俺なんだけどさ。よし、とりあえず繋いだ。あれ、やべえじゃない。え、てかなんで俺2番打ってんの。ちょっと待って、これいきなり失投もね、そう簡単に打てないんだよ。アウトコースへ、はっきりしたボール球、カウント1ボール1ストライク。よし、もろい。 OK OK OK。 こっから、あれ石塚君に変わってるよ。ちょっと待って、これ見よう、スコアを。野手データ、ほら、肩 A 守備強い、こいつ。ただバッティング強いね裏が外れたか。てかなんで俺さ2番なの。貧弱すぎだよね、本当に貧弱すぎだよね。守備力が強いのか太平楽って。あ、みんな守備いいね。こいつはまあファースト、ファーストでこの能力もあれだよな。肩 S とかね、まあ、キャッチャーだけの能力で見ると申し分ないよね。なるほど、そういうチームなんだな太平楽は。打ちました、セカンド左横のゴロ、アウト。あとはなんとか抑えられるか。マジでスタミナあるな、スタミナ C のくせに。ここまであるか。復活ってすごいね、やっぱり。これもうスタミナ C でいいわ。スタミナに筋力を回せない、もう今の段階だと。よし、これは取ってくれよ。裏が押しのけてショートにいるんだから。あれ、裏がってセカンドとかじゃなかったっけ。よくよく考えれば裏がセカンドだったっけ。小原くんか、小原くんみたいな。サウンドじゃないよ。小原くんの能力を見よう。あー、 BBB ミートだけ悪いのか。だったら別に裏がでもいい気がするんだけどね。もともとさ打線が貧弱なんだからさ、打撃力のある人入れようよ。いや、そりゃさ、ゲッ、ね、守備力 G とか E とかだったらさ出さないかもしんないけど、守備力 B やれば全然いいでしょう。さて、タックが来てくれてる。変化球いいね。しかもルナちゃん若干筋力が欲しい気もするけど初練習か。マリンボールもね、ただ上げておきたいからね、やっぱり。激闘第一か。ここも嫌なんだよな本当に。蛇島とか強いからね、マジで。変化球、オリジナル。うおー、60か。エピログポイントとかをもらってどうかなっていう感じですね。最後にな、北斗がコツをくれることを祈って一応140で置いとこう。あとなんか取んないといけないのある。怪物球威か、置いとくな、置いとこう。ちなみに怪物球威74。いやー、厳しいわ、ちょっと厳しいわ。でもまあ他は大体抑えたか。もうスタミナは C だな、これ以上上げられない。あとはこの試合を乗り切れば。ツーアウト、蛇島だよ。もうマジでやだ。なんか全然関係ないけど、ツイッターの方で、まあ、ちょっとフォローしている人が夢で蛇島に襲われた的な怖い夢を見ましたっていうのがあって、ちょっと笑いましたね。蛇島くんの PSR プラグを作るしかない。ちょっとコメントしたかったけど、まあいいかってそのままなんですけど。よし、1点欲しい。
またお前か、もうここで浦賀じゃないっていうのかな。オッケーオッケーオッケー。もうここからすげえ貧弱打線が続くからな。そりゃ力配分使うよね、鶴谷くんも。第3球を投げた。スプリットはボール、カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた。ポテンと、よしよしよし。あ、しかも抜けてるし、取れるときに点は取る。それが大平楽だ。ダメだった、ノーアウト。やべえはね、もう行こう、やる気がないけど。やべ、今日はレフトフライとライトフライ。さあ次の投球、ほら、さすがだ、やべ。で、ね、やべはね割と走るんだよね。そう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 。あれちょっとダメだったな。石塚、よーし、うん、スタミナにもう不安はないな。今日はここまで3打数2安打。もうこれはわずかに外れています。カウントは怖い、マジで今の怖かった。もう無理か、決めろよ。よーし、でこっからかよ。ヘビシは6番なんだ、この能力で。ゲー、危ねえ。もうカウント1ボール1ストライク。これ蛇島の能力って見れたっけ。スコアで敵も見れるからね。ヤシデータ一応見とくか。そう、消耗欠とかね、パワー90あるからね。威圧感持ちだし、友沢がねほんと強いんだよねこいつ。だこれね、まともざわくんが出るとねすげえ楽になる試合が。蛇島もすごいよな。二遊間がねほんと抜けないんだよねここで。まともざわくんはね、ピッチャーとしてもすげえ優秀なんで、技術がね超稼げるんですよ。あ、変化球得意練習でね技術稼げるのって超いいんですよね。やっぱり葵ちゃんとかはね変化球爆稼ぎキャラクターなんで、野球マン1号とかもねだからいいんだよね。葵ちゃんちょっと折り辺だから、折り辺かぶりしちゃうとね、なかなかどっち使おうかなって悩むんですけど、変幻自在だったらね骸骨を自分で持ってるし、追加のねイベントも結構いいんですよね。さあこれ決める、おお打たれた、しかもすげえいいとこいった。この走者釘付け絶対走らせない。これで追い込みました。もうカウント1ボール2ストライク。うわっ、危ねえ。よし。そうだからね、球速遅くてピッチャーの肩がしょぼいとファーストに出られた瞬間に走られるから、すげえ出番が回ってくるんですよね。また走られてんのみたいな。ただ結構ポイント稼げたねここでかいよ最後。しかも来てる来てる来てる、これは行こう。一応他も見ようっと。残ろうありがとう、得意練習率アップ、そして変化球も稼ぎつつ決勝、まあ、これも勝ちたいといえば勝ちたいからね。球速骨が5にならなかったけど、まあ、そこはしょうがない、もう3あるだけでもよしとしよう。でまずは徳の王優先、怪物球威だけだね。あとはちょっと球速を147か。変化球ちなみに上げられる、技術が足りんわ。技術も足りないし、あれも足りないし、変化球ポイントも。まあでもエピローグをもらえばとりあえず変化球は444にできそうですね。で球速こっから3上げるのはちょっと無理だな。太平楽、先制のピンチを迎えました。パーシバだっけ。ワンアウトランナー二塁という場面でパーシバ緊迫した場面が続きます。アベレージヒッター持ってるし、アウトコース低め、ストレートは外れてもカウント1ボール1ストライク。うわ、危ない、取りました。これで2アウト、ランナー二塁変わりません。初球はストライク。ピッチャーでさ強いのって本当ずるいよね。
1点取られてるよ。こういうのはしょうがない。こっちなんて言うの、最初のバッターボックスはサードなんて言ってた今日。え、そんな単純な読み方なの。カウントワンボールツーストライク。円卓の騎士って何人いるんだっけ。13人だよね。カウントはスリーボールツーストライク。うわー、マジか。本当にね、これガウェインだ。ガウェイン、ピンチが続きます。打ちました。初球打ち、サード落下点に掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。おつけた、うまいバッティングだ。タイムリーヒット、大栄楽、なおもピンチが続く。あぶねー、もうやだ、ほんとやだ。大栄楽、追加点のピンチを迎えました。ランナーとランナー2塁という場面でガウェイン。今日はパワーヒッター持ってんのかい。サードフライ、外れた。ボール、カウントは2ボール1ストライク。第5球打った。打球うわー、ナイス。さすが守備はいいね。守備はランナーは2塁変わりません。第2球、アウトコース低めストライク。チャンス20までか、こいつ。カウント1ボール2ストライク。第5球打った。もういいね。アウト、スリーアウト。よし、反撃のチャンス。ここは下位打線終わったな。ノーアウトランナー2塁という場面で内野。第2球投げた、打ちました。6からとかもう無理だよこれ。6、7、8、9も投げた。初球空振り、いきなり154キロ投球。これから2球目、シュートか。カウント1ボール、スライダーかと思った。投げました、打ちました。よしよしよし、とりあえず1点返した。ノーアウト1、3塁とかもう無理です。ノーアウトランナー、マジできついです。アーサー、振ってくれた。伸びのあるストレート、一球外した。ボール、カウント1ボール2ストライク。急速速い方が振ってくれるのかね。街道とか持った方が。アウトコースの変化球でスイング。ゲー、危ねえ。右へのライナー、これで2アウト。ランナー、こいつなんて呼ぶの。サンディ変わりません。あ、呼んでくれない。サードランナーちらってみた。これは見送って、ボール、カウント1ボール1ストライク。打ちました。抜けた。ボールは中継。モードレット、タイムリー。オードレット、絶対読めないわ。ピンチが続きます。こいつガラハドだよね。カウント1ボール1ストライク。次は4球目、ボール、大きく外れました。カウントは2ボール2ストライク。これを持っていくのかよ。さあ6球目、打ちました。内野ゴロ。よしよしよし、スリーアウト。だからさ、もうこのノーアウトって絶対1点取られるからね。これはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球をマリンボールに送って、入んなかったか。これはわずかに外れています。打ちました。このさ、打球多いね。1点入りました。4対1。決まってストライク。まずは決まった。最後はあれだな。ピンチャンじゃなくて、もうチャンスにしちゃおう。これでワンアウト。ランナーは1、ピンチャンにするとね、打たれる打たれる、本当に。投げました。またも空振り。伸びのあるストレート。投げました。もうカウント1ボール2。まあ、コンピューターも打たれるんだけどね。自分が打たれるよりは点数下がんないかな。いや、めっちゃ取られたわ、これ。もう無理だ。変わったわ。太平楽、追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナー1塁3塁と初球から打ってった。太平楽、点差を4点に縮めました。森、タイムリー。今日初めてのヒットになりました。一瞬悩んだね。投げました。ボール、アウトコース低め、完全なボール球。カウント1ボール1ストライク。高め、無理か。飛びました。これヒット11本、裏が出てる。ツーアウトランナー2塁。打撃にシフトしたな。今日はここまで3打数ノーヒット。あれ、3打数ってことは回ってきてたの。投球はこれから3球目、低め、ボール。浦賀の名前を全然見なかったけどな。投げた。いや、でもさすが浦賀くんだよ。さあ、いよいよ天城か。この回の先頭バッターは北谷。打ちました。これ一人打たれっかな。北谷ヒットを放ちました。バッターは4番前野。今日初めてのバッターボックス。いいと S か。インロー際どい球、ボール、わずかに外れました。カウントちょっとヒットしてしまった。投げた。外角低めいっぱいのストライク。ツーシーム。ライトの右。危ねえ。投げた。アウトコース高めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。せめて勝ってさ、ポイントを取りたいよね。見送ってストライク。投げた。今見てくるか。ツーアウト。ランナーは一塁変わりません。そしてパーシバル。次の投球。低め、ボール。カウント1ボール1ストライク。流し打ち、どうだ。スタンドに入りました。ファール、投げました。ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました。おー、打ってくるか。気迫を見せましたが、ここは及びません。
ヒット12本も打たれてるかな。大平乱攻撃に入ります。トップバッターは内野。今日はここまで3打数1安打1三振。しかもさ、6番バッターっていうところがもう絶望的だよね。投球は3球目投げました。打ちました。ポテン、うわいい守備だ。ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました。いや無理だ。打ちました。アウト。これで2アウト、ランナーありません。第1球、際どいね。第2球投げました。ボール低め、カウントワンボールワンストライク。投球は3球目投げた。ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボールワンストライク。攻めて回せ。よしよしよし。森ヒットを放ちました。9番塚本くん。9番塚本。よし、これもポテン。さて、やべえ。お前なら狙える。これで2打数の1安打。ヒーローになるんだ。第2球。ヒーローになるでやんす。無理でやんす。取りました。試合終了です。まあでもしょうがないよね。これはこれ何ポイントある？38とか。まあ途中がちょっと良かったから。いやー、最後の20ポイントちょっと欲しかったな。で、あとドラいくつ？おお、1にはなったね。よしよしよし。でもうこれは先発ですね。復活があるんで。でルナちゃんもポイントをくれるんで、イベント経験点がねもう1段階上がってればちょっと違ったけど。そうか、尻上がりくれんだ。監督今何してんの？簡単に言うとプータローだよね今。だってあんな子供からお金取ってるわけじゃないでしょ。ライチの親父さんじゃないんだからさ。まあ7000と。あ、そうか、ちょうどもう日付が変わったところだったな。球速、いやー無理か。149か。ちょっと待ってね。やっぱりね、他のポイントに回したいのは回したい。これあれ取れる？あ、取れる。手応え。そう、手応えってね、何気に敏捷ポイント取るんでね。これは変化球ポイントを使い切るのにいいでしょうって思ったけど、第2ストレートを取るのもいいね。うわームーピングファーストを取ると技術が一気になくなるな。無理だ。技術を使わない特能はもうほとんどないからね。まあもちろんね、尻上がりを取っとこう。投手とかは使わないからあれなんだけど、でそうすると、そうすると148。え、球速上げたいな。精神が余っちゃうけど、いやでも球速上げたいやっぱり。で上げられるのある？ある。何これ、ポーカーフェイスとか。いりません。あ、これ緊急登板かい。先発にはこれ関係ないよね多分。緊急登板一応取っとく。いまいちこの発動条件とかがまだ分かんないからな。よし、まあこれでいいでしょう。とりあえず街道がねやっぱり1だったっていうところが痛いけど、まあでも全体的に見ればいい感じだったかな。そうそうそう、走者釘付けのねクイックがなぜか一般人から4まで取れたんで、別に重の負債じゃなかったとしても良かったじゃんっていうのは結果論でしょうがないんですけど。まあでもまあいいキャラなんじゃないですかというところですね。というところでまだもうちょっとね強化太平楽続きますので、まあサクチャレは諦めましたんで。まあ投手ね何人か更新できればいいと思ってます。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。